はい。本と雑談ラジオこんにちは、漫画家の吉泉智彦ですこんにちは、歌人の増野浩一です7月23日13時4分ですねそうですね前回が7日ぐらいでしたっけ、7月の忘れちゃいました <laughs> 忘れちゃいましたね 結構経っっちゃってそれというのも僕がね鶴見渉さんの「人間関係を半分をりる」を次話しましょうつってなかなか読むのが遅くなっちゃったせいなんですよ。うでですすか割ともぐ読み始めたらすぐ読めたんですけどちょっとその前に「アックス」を読み終わらないといけなくてアックスがもうすごい。 ファミリーレストランさんの特集読むのが大変で時間かかっちゃいました。読み応えがあったんですねすごい読み応えでまあ面白かったんですよファミリーレストランさんっていうのはアックスでこのっ、えー、と本を出した単行本なんだっけタイトル忘れちゃったファ,ミレファミリーレストランさんっていうのがお名前なんですね そうなんですよ、三浦淳さんに命名されたんですよ、新人賞受賞したときに。<laughs> どういう命名なんだろう。もともとね、漫画のタイトルだったんですけど、どね、これをペンネームにした方がいいよって言って、それで素直に従ったんですよ。大胆な人だな、えー。でもね、も、うん、ともと、ね、彫刻をやってらっしゃって、美術大学で。うんうんうん 長畑さんって言うんですけどあの、僕の漫画教室に池袋でやってたときに来てくださってて、うん、えっとね、それで、それで、あこの人、アックスで受賞したんだって思っってびなるほど、なるほど。 あじゃあもともとあったんですけど、それで今回の特集で僕もね、あのー、寄稿させて推薦文書かせていただいたりしてます。なんかアックスいただいたんだけど、まだ読んでないや。小泉さん、よ吉泉智彦さんのコラムだけ読んだかもしれない。あ,ありがとうございます。そうですか、そうですか。あれがんあ今ね、ファミリーレストランさんのね、 うん、えーとホームページで漫画のタイトルを <laughs> 調べようとしたら、単行本が載ってなかった、更新がたぶんずいぶん前から止まってるんだ、あ、はい、ありました、レーズンラムと申しますっていう <laughs>、ファミリーレストランさんのレーズンラムと申しますっていう本なんですねそうですね、これを三浦淳さんが見た、レーズンラムにしないよって言われそうですね <laughs>。 で精霊工芸者から出てるこれがねまあなんかねすごく漫画の絵としては殴り書きみたいな雑に書いてるなってずっと思ってたんですけど特集読んだら実際の彫刻をね、うん、スキャンしてそれを漫画に取り入れたり、うん、もうパソコンを駆使してね ホワイトボードにでっかい絵を描いて、それを漫画の駒に落としたり、ものすすごい手がが込んんででたたってことが判明したんですよ、えー、なんかもう、アートみたいな感じですねそう、だからもう、かもうこんな漫画の描き方する人はね、もう金輪際現れないんじゃないかみたいな、びっくりしたんで、それを、その特集を読んだ上で、レーズンラムを申しますをね、ちゃんと通して読もうと思っておりいるところです。 あ今、手元にアックスが見つかったんですけど、うん、教師にでっかくファミリーレストラン特集って書いてあるから、ええ、そういうレストランの特集なのかと思っちゃいましたそう、今回、ね、<laughs> アックスがやたらきらびやかな、ね、<laughs> ネオンサインみたいな、ええ、デザインで、今までのアックスともちょっと一線を隠してますよ。なるほどね。ちょっと後でよ読んでみますね。れ忘れないうちに、河合克夫さんから漫画をいただいたんですけど、ええ えっと、ラーゲリっていう、ラーゲリ収容所から来た遺書っていうね、あのー、お<う>ヘミジュンさんという歌人でノン,フィクノンフィクション作家の方が書いた原作を漫画にしたものなんですよ。ははは,はで、あのーまあ、収容所にいる方たちがこう生きるために諦めずにいろいろやるっていう話で、連載にちらっと読んでたんですけど、えー、本がまとまったみたいで送っていただいたので、これから読みますけども。はははいはい、はい 河井さんのコミカライズの力がすごいなと思ってて、お<ー>取り上げたじゃないですか、そうですねあのうつ病のやつ。うん、なんか私は原作はも,もちろん名前だけは知ってたんだけども読んでなかったので、えー、読むことができると思っています。はい、なんかすごい深刻そう、だからいつも河井さんの取り上げだと深刻そうで。 はい、数字で読むにはちょっとな、しんどいなと思ってるものを漫画にしてくれるのが助かりますね。なるほど、うん。ちょっとこれもはこれから拝読しようと思っていますはい、わかりました。はいじゃあ、鶴見さんの本の話し,しましょうかこれがですね、鶴見渉さんの7月に出た最新刊で、僕、鶴見渉さんの本は、多分ほぼほぼっていうか、完全に全部読んでると思うんですけど。はい 今までの中でも一番読みやすかったかもしれないです。なるほど。なんか、あれですよねあの、テーマに沿ってきちんと書いた感じの本で、データがやったら出てきたりとか。そうですね。出典がきちがき,きちっと書いてますもんね。ねたまたま、連載したものをまとめたって、印象じゃない本ですよね。これねあ,あ、そうですね。連載はし、てないんじゃないですかね書き下ろしじゃないかななんか、んか本当に、一冊の本として作られてる感がすごいですよね。えー。 なんか、はい。表紙も綺麗で、この表紙のデザイナーさんが今ちょっと注目されてる人で、お<う>鈴木千佳子さんって言って、お<ー>お頼藤文平さんっていう、すごい有名なデザイナーさんの事務所にいた方なんですよね。へえ<ー>結構今ヒット作、この方が出かけてることが多,多いですあの。私も手伝ったり、谷川俊太郎さんの。 ええー。前の谷川俊太郎っていう詩集が最近出たんですね。はい。それ解説とかエッセイとかいっぱい書いてるんですけど、私、それも同じデザイナーさんですね。はあ<ー>。なんかね、人気なんですよ、今。そうなんですね。なんか、あのー、あの、ビジネス本みたいなデザインですよね。なんかこう。 でもこう、ずっ<己>けた感じにふにゃっとしてたりとかして。ええー、実用書みたいな、まあ実用書なんですけど。うんなんか、僕はすごく読みやすくてとってもに読んじゃったんですけど、えー、なんか僕が思った印象が前回も言ったように、あの鶴見さんがすごい真面目な方で、ええー。 まず人間関係をきちんとしなきゃと思いすぎてる方だなと思ってそうですね <laughs>、うん、まあもともとその優秀な人ですもんねとんでもなく、うん、東京大学<で>ご出身ですし、うん、でそういえばそのファサンっていうあのパー、はい、の出身の方との対談がええ、はい、YouTube でされたらしくて、えー、7, 月12 7月17日日曜日に 鶴、はい、見あたるさんとファーさんの対談が行われたみたいなんですね。面白そうですね。ちょっとまだ聞けてないんですけど、これも、さす、えー、ララジオのタグ,タグじゃないや、ハッシュタグつけておいたので、あはい、興味の方は見てみてください。ああ、もうこの本を興味がちょっとあったら、まずそっちを聞いてから読んだ方がいいかもしれないですね。なる,なるほど、なるほど。ご本人がしゃべってるわけだもんね。ええー。だから私は読んで、あの、 データとかもすごいちゃんとしてるからすごいしっかりした本だと思いながらも、ええ、自分はこんなに悩んでないなって思っちゃったんですよね <laughs>。まあそれはフリーランスだからですよ、うんうんうん。なんかさ僕あと最近「あの親行」っていう本読んでるんですね。親<行>あのトマス・ゴードンさんっていう、はい、親行っていう考え方をこうメソッドにして提唱している人がいるんですよ。 で前も言ったけど、歌人の佐藤真美さんがそれのなんか資格を取って、これを広めるためのワークショップみたいな講座をやってらっしゃるんですけど、それに会場をまあその書店でやりたいっていうんで今その書店で、やってるんですね親業っていう資格があるんですか。資格というかねメソッドあの人間関係の 考え方みたいなことを学ぶメソッドが私もちょっとせっかくだから受けさせていただいていて、えー、私の場合会えてない子供がいるだけだから親子関係の悩みもないんだけど、えー、でもいつか子供に会った時に嫌な人だなと思われたくないとか、えー、<laughs> これから知り合っていくわけだからなんか少しでもコミュニケーションのマシになればいいなと思って受けてるんですね。 はい、なんかあんまりこう親子に関係ないことにも役立つっていうことを聞いたから。はははははでそこでねやって1回目で分かったことが、うん、私はこう人に言えなくてが我慢してることとかがほとんどない人間特殊な例ですね。<laughs> 結構はっきりと嫌な人に嫌ですって言っちゃうし。はい えー、本当は嫌だったけど、しょうがなく引き受けたとかないのですよ。ああ、まあ、ちょっと耳が痛いですけど、僕も割とそうです <laughs> <laughs> そう。だからその、鶴見さんのこの本に戻ると、えーあのあ、こんなに苦しんでるんだっていうか、すごい、あのちょっと<う>びっくりしたって感じそう。だからね、三谷幸喜さんのドラマで、うん、ちょっと。 血の弱い人がもうそれを言えなくて困ってて、それ言えさえすれば問題が全部解決するのに、そのままの状態でどんどん深刻な状況になってくってあるじゃないですか。はい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 。あれがものすごい嫌いなんですよ。ああ、そうです。僕は嫌いなほどじゃないけど、わかんないですよね。言えばいいんだう。もう言えよって思ってイライライラってするんですよ。<laughs> この間、僕が見た演劇も。 あの元谷幸子さんという方の言いだったんですけど、えー、なんか、なんかね、台風の日に避難のために部屋を使わせてくれって頼まれて嫌だけど断れないって話だったのね。うーんそんなの断ればいいじゃないって思っちゃって。<laughs> 本当ですよね <laughs> <laughs> うん。だからそこいう意味では、鶴見さんの方はあの役立つ人がいっぱいいるだろうと思いながらも、えー、僕はね、読んで、あの 自分に役立てられるかというとね、あんまりもうすでにやってることばっかしだったかもしれない。僕はね、すっごい役に立ちましたよ。最近ね、長男が、うん、もう長男がもうちょっと大きくなったら、多分人間関係にすごい苦しむと思うんですよ。そういう難儀な性格だから。だからもう絶対この本を中学生か小学校、高学年ぐらいになったら読ませようと思ってるんですけど。 長男さんご自身が苦しむってことねそう、まあ、僕もそこの本読んであーって思ったのが、うん、親子を開くっていうあ家族を開くっていう章で、まあ、とにかくにはい、はい、家族の関係が近すぎるのがかその苦しみのもとであるみたいなことが書いてあるじゃないですか。うんうんうん、そうですね,でね長男がもう何をするにもこう動作がいちいち遅いんですよ。うん、うん それでご飯食べてって、もうお風呂入ろうよっ,つってのにずっと食べてて、うん、ま食べてないんですよ。あのテレビにもう完全に心がそっちの方に奪われちゃって、手が止まってる状態で、うん、もうテレビ切るよ、何にもしてないんだからっ,つって言ったら、何にもしてなくない、息はしてるって言うんですよ。なるほどね。 それを聞いて、もう、いやーっとして、うるせえって言っちゃったんですよ。面白いいじゃなですかだけど、もうそういうことが、もうなんかね、ちょっと続いてたんですよ、もうともすりゃ2日連続、3日連続うるせえって怒鳴りつけるっていうのが、自分でももうこれ、絶対良くない、虐待みたいなことだって思うから、パワハラじゃないですか。 ででももう反射的に言っっちゃってるんですよだからもうカッとして自分が止められなくなるそういうなんか親の人のってこういう感じなんだって思って実感してたんですけどだからこの本読んでわやっぱ近すぎるからだって思ってもうね叩かれたような打たれましたよちょっと。 そうなんかあんまりケン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 言わないようにしようって思ったら、うん、会話がなくなってる。<laughs> <laughs> ダははゃないですかダメだなんですよだから、うん、もうちょっと今悩んでるんですよ。それこそ私が受けてる親業のメソッドを。 吉井住さんも身につけるといいのかもしれない。ちょっとめんどくさいんですけどね、うん、メソッドか、ね。うるせえってつい言っちゃわないように、うん、そんなこと言ってどんな意味があるのかな息なんてやってて当たり前でしょなんでそんなこと言うのとか <laughs> 言おうかなって思ってるんですけ。<laughs> なるほどね。難しいですね。うん。そうか、なんか。それはそれで嫌みたらしくて嫌かなとか思うんですよね。うん、そうか、確かに。 まさに子育て真っ最中だと悩みは尽きないですね。えー。うーん。なんかさ、鶴見さんが結婚したって書いてらしてさ、あ、そうですね、びっくりしましたね。それもさ、いやいや、籍を入れたみたいなニュアンスじゃない もう完全に嫌だけどしたみたいに書いて<う>奥さんに怒られないのかなって思うんですけどそうそうそうそ心配でしたそんなに嫌だけど席を入れなきゃいけない関係ってどういうことなのかなと思って <laughs> <laughs> やっぱでもメリットがあるからじゃないですかね,ねなんか不思議な本だなと思ってそんなこと書かないじゃない普通奥さんの目を気にしてそうですね、うん、奥さんも同じ考えだったらいいですけどねまあね そうだからそういう意味では、この本はものすごい苦労の末に生まれてる本だなと思ったんだけど、ええ、ね。だからそれこそ養子をもらうっていう切り口も書いてあったじゃないですかそうですね、ただ、もうこれそれより、まあ、そんなの僕にとっては普通のことなので、とどうってなんとも思わないんですけど、うん、やっぱ子供を持つことの幸せをみんな言い過ぎだみたいに言うじゃないですか。なまあね カウントを取ってるっつって、それ俺やってるって思ってね、ああ <laughs> って思いましたよ。<laughs> まあね、そう。まあねこの本って、でもシ、ショーのタイトルとか読むとおかしくて。はい。142ページ。結婚はしすぎだった <laughs>、はいそう。そうですね。<laughs> 面白いですね。<laughs> 確かに結婚はしすぎだったよね。ええー。うん なんかでもうどうなのかなもう僕自分がもう例えばもう離婚しちゃったし、えー、子供には会えてないしでお親がちょっと血が無くなり、えー、母が今施設にいたりするからはいなんかそういう意味であのちょっと人間関係を半分以上折れちゃ折れちゃってるんで <laughs> そうですね <laughs>、うん、それがちょっとももうちょっとなんか濃密に何かがあったら悩みがあるのかな。 あ僕は家族以外ほぼ降りてるみたいな、仕事場もない1人だし、友達もこの桝野さんと南くんと佐藤さんっていう、ラジオ限定なんか、いや、でも僕、分かったんですけど、離婚して過ごして、今分かったんですけど、はい多分人に比べたら1人でいるのが本当に平均のタイプで。 むしろ人,人といる時のストレスの方が圧倒的に上回るから、はい、あんまりだから人恋しくなったりしないんでしょ僕。あ,<ー>あとこうなんか飲み屋に顔出したりもするんだけど全然後ろ,後ろ髪引かれないのね、はい、あっさりすぐ帰ってこれちゃうんですよ飲めないちゃ<ー>か,かっこいいですね。いやだからそれはもうなんか体質だと思います。あの グズグズと終電を逃すなんて全然ないもん。あなるほど。うん。だからそこは、一人でずっと過ごしてることの苦悩ののなさが、植物いじってればずっと無になれるし。<laughs> 植物はなんかその精神を安らぐみたいに書いてらっしゃいましたねたす。そうそう。鶴見さんって僕、昔結構交流があったときに、はい、電話をいただいたことがあって。へえ。 花はいいよな、花はいいよって言ってたんですよ<ー>う。やばい薬やってらっしゃるのかなってちょっと思っちゃったけ <laughs> だけど、本当に花が好きだったんですね。<ー>だから植物に凝ってた時期があるって書いてらっしゃったもんね。ああ、僕ね、ちょっといいですか、すいません。あの、車庫、うん、の隣に草が生えてたんですよ。うん、それがぐん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 成長して、うん だんだん僕の肩ぐらいの高さになったなって思ったらもう僕の背の高さを超えて羽が葉っぱがね丸っこい葉っぱがワーって広がってもう車庫の天井くらいになっちゃって車出し入れする時にバリバリバリって言うんですけどあまりの,その生命力の素晴らしさで僕はその。 草をね草っていうかもう木みたいなんですけどはい、はい、全然切りたくないんですけど家族はね虫が出るから切れ切れっつって <laughs> 困ってるんですよああまあでも木なのかもしれませんよねえでもねすごい成長の速さですよ今年の春から多分生えてきたと思うんですけどなんかねなん,てなんて草なんだろうなんか今5階に住んでるんですけど ええ、バラ育ててるんだけど、バラ以外の植物結構放置気味してたら、はあ、すごく草木が生えてきちゃって、あはあはあ、なんか多分トリガー種を踏んで落としていくんだと思うんですけど、なるほどでバナナの木を育ててて、バナナ全部枯れちゃったと思ってたんですね、冬に。ええええ、そしたら全然枯れてなくて、今3本ニョキニョキ生えてきて、お<う>さらに隙間には雑草がうわって生えてて、はあ 片付けなきゃ、片付けなきゃと思いながらも、バラだけは世話してて、<laughs> あとの植物はものすごい雑草が花盛りですよ。ええー。あこんなふうに5階でもほっとくとこんなに草木が生えちゃうんだなと思って。ええー。植物の生命力はすごいんですよね。すごいですよね。そういう,こう雑草とかを放置してもいいという感覚の人とそうじゃない人がいるから。 こ、はい、こはいつも戦いになりますね。えー、私は別に雑草はある程度あってもいいと思っちゃう方なんだけど、え僕も、ね、雑草も同じ植物じゃないかって思うんですよ。うん、本当ですよ。うん、まあでも雑草はすごい敵視されてますよね。わざわざタンポポとか植えてるし、あと、ドク <laughs> ダミの八重咲きっていうドクダミがあるんですけど、はい はい、それも鉢植えにしてるぐらいだから雑草をわざわざ植えてるようなもんなんでね。ええー。なんか、でも姉とかは雑草がすごいこう、住んでない家に入るのは気にしてるから、その辺はもう感覚の違いですよね。そうですね。そうですか、いや、榎美さんの本、でもお子さんに手渡すのはいいかもしれません。 ねえこれは本当にね多分みんなが楽になる素晴らしい本ですよなんかその確かにあの子供の時にこういうのを読んどくっていうのはいいかもしれませんね,ねえ余計な苦労を背負い込む必要がなくなりますからねうんあとはそのなんか家族とか親とかもそういう考えで言ってくれたらねいいんだけどそうじゃないよね、うん そうなんですよね。えー、いやでも鶴見さんはちょっとあんまり自分のことがいっぱい出てくる本でもない印象だったんだけどまあ,そうあでもあとびっくりしたのが鶴見さんが30ぐらいまで、まあ、あの童貞だったみたいな <laughs> あだからそういうことも告白してあるんだけども、えー、なんかこう変わった人だなってやっぱり思いましたね。 おあの自殺マニュアルっていう本を書きたくて書いたこともそうだけども、えー、あの本も当時は本当になんかこう、その後の本を読むと、どう見ても本当に生きづらさの解消の一つだと考えてたと思うんですけど、うんうん、そうですの、ねね、なんかその辺は、一人の人の作るものをずっと見てないと分かんないことですね。 えーまあ、でもね、そういう悪趣味な風に捉えられてる感じの、あのー、人格改造マニュアルっていう本が僕は一番好きなんですよ。もう読みましたよ、だってお酒いつも持ち歩いて飲めとか書いたんだよねもう覚醒剤を推奨してて、そしたら逮捕されちゃうっていう。うね、<laughs> この辺もね それで、後で、あれはやっぱり間違いだったっていうのがね、僕、スピード、石丸現象さんのスピードと並ぶ二大名著ですよ、<ー>僕の中で。<laughs> なるほどね。まあ、そうそう。なんか、鶴見さんがテレビに初めて出た時のこととからよく覚えてるな。お<う>なんか、わざとテレビの人が怖い人みたいな扱いでね。ええ。 なんか暗い部屋かなんかでボソボソと喋る姿を撮るみたいなニュアンスはあ、なんかね、ワイドショーだったと思うんですけど、コメンテーターでじいじゃんで、なんか取材されてるような感じで出てて、うん、それ、ちらっとなんか偶然見たんですよ、ああ、はい、鶴見渡るさんだーっつって。 そしたら、なんか、ブロスかなんかの連載で、じいちゃんがダサいっつって、ケミカル・ウォッシュのじいちゃんで、みんなに言われたって言って、その後、書いてらっしゃったのが面白かったですそうそう、でも、本当、テレビって服のことしか言われないんですよ。 僕、<laughs> NHK の生番組にずっと出てた時があるんですね、あのスタジオパンダ、こんにちはっていう番組に出てたんですけど、ええ、もうね、出るたびに服のことしか言われなかった。あのみんな服にそんなに関心があるんですか友達からメッセージが来るんですよ、昔の友達とかから。1>, ええええ、1回だけデートした女の子とか、うん、で本当にあ,あの時のジャージはないと思うわとか。<laughs> あと <laughs> 当時結婚してたから奥さんが選んでくれた服なのね、全部 T シャツとか今。今日のあの T シャツは、なんかすちょっとめくれ上がっていましたねとかさ、本当にめくれ上がってた時に誰も指摘してくんないのね、生放送で。出たいじゃない、そんなのさ。放送が終わった後に気づくんだけど、だからそういう感じだった。毎回10分ぐらい出てたんだけど、生放送で。 うん、もう本当服のことしか言われない。何ん。う何喋ったかとか全く言われないよ。これがテレビというメディアで、うん、本当にだからテレビ出る人はそういうことすごくわかってると思う。あのま、アナウンサーの方とか、どう見られてるかとかさ、どういう服装が印象がいいかとかさ、うん、うん恐ろしいね。 そうですね。逆に言うと、テレビに出るときはそういうことだけ気をつけてればいいという意味では、そういうことに長けた人がブレーンでいれば結構人気者になれるのかもしれないね。そうですね、はあ。まあでも、よかったじゃないですか、その人間関係を半分おルるがとても役立って。いや、これは素晴らしい本ですよ。ぜひね、あの特に人間関係で。 悩んでらっしゃるまあ悩んでなくてもいいかもしれないですけど、まほんと雑談ラジオを聞くような人は多分悩んでるんじゃないかなでも確かに、僕も学生の時とか、仕事してた時、会社にいた時はほんと、えー、にそういう意味では自分の楽な方へ来ちゃったんだなと思った。あのー 仕事場の、ね、人間関係で悩んでるっていう人以外にも、うん、家族との接し方とかねあの自分が1人で大丈夫だろうかみたいに不安に思ってる人とかにも役立ちますよねそうですねそうだなでも考えてみると私の場合も悩みはあってもどうしようもない例えば母が、うん、今オンラインでしか会えないんだけどオンラインで会うと。うん もうんうち、ん、の結婚はどうなってるんだって話しかしないのね。はい、30分間ずっと。えー、そんなのどうしようもないじゃないですか。<laughs> そうですね,ね。だからそんなどうしようもない悩みはあるけど、解、えー、決しないもんそれは。まあそれはもう、聞いてやるだけでしかないですよね、うん。もうあとは本当に適当な誰かを連れてって、この人と結婚しますって嘘をつくしかないよね。えー そうですねよくドラマであるけどそんなことを本当に自分が思い,思い浮かべると思わなかったですね。いやでも次あお話しする時忘れてるかもしれないですもんね。そうなんだよねもうね祖母が100歳で死んだんですけど、うん、その前にもうね最初に子供が来た時がまだ95歳ぐらいだったんですけどもう認知症になってて。うん、で妻 と、妻のお腹が膨れる過程を経ずに赤ん坊が来るじゃないですか。うんうん、うん、であんたのきま子だよ。つって言ってもそうなんだ。みたいな。<laughs> 何の疑問も一切抱かないあ、そうなんだよね。親子関係のどの人が親かとか兄とかわかんなくなっちゃうみたいだよね。そうだからいいんじゃないですか。その適当なその場に。 松の書店にその後用事がある人とかを、うん、あ結婚お,お,お嫁さんだよっつって見せてやったら <laughs> あそうなんだよかったねーって <laughs> で済むんじゃないですかね。うーん両親が痛むようだ。<laughs> <laughs> <laughs> そうだな。まあまあね。まああのお母さんがね心穏やかにいられればそれが一番じゃないですか。 そうなんですよね。まあそっか、嘘でもいいから、恋人がいることでも言えばいいのかな。あ、そうですね。なんかいい人いないのとか言うからさ。うん。話をそらしたんだけど、いつも。ああ<ー>、<laughs> いるいるっつって。<laughs> 今度、連れてくるよって言っとけばいいんじゃないですかね。両親が痛むけど、皆さんのご意見をお聞かせください。そ,そうですね。 エアリクエスト曲が届いています。はい。エアリクエスト曲というのは、実際には流さないんですけども。ラジオっぽく、頭の中で流してほしいという曲なんですけど。はい。読みますね。はい。これは7月7日に届いてたんですけど、紹介が遅れました。はい。バスのさん、吉泉さん、収録お疲れ様です。いつも番組を楽しく聞いています。 いろいろ迷ったのですが、自分がリクエストする曲は、松木美邸フューチャリング、浦上早期、舞台の上でです。はい。ラジオばかり聴いている自分が、ラジオを聴きたくない日の夜中に、外を歩きながら聴く曲ですっていうね。ウォーキングしてらっしゃるんですかね、夜に。なんかでも、この方って、だってとても有名な、あの、 ラジオそうそうそう。そうですよ。うん、だけど聞くの大変ですからね。そんな人でもラジオを聞きたくない日の夜中に外を歩くんですね。ねえ。そういう意味ではとてもなんか大切な曲だってことがわかりますね。ええー、あのー、さっき YouTube で聴いてみたら、素晴らしい曲でした。うん、YouTube で聴けますので、皆さんもね。 ください、えー、そうですねええー、リクエスト曲これだけだった気がするんだけど、はい、もしも私が見落としがあったらもう一回メールください皆さんエアリクエスト曲はいあともう一つねお便りは来てたんですけどはいちょっと分かんないお便りだったんですよねはいえっとダークティクラさん いいはいはいいつも聞いてくださってる方ですね、えー、イベントにもいらしてくださったダー,ダークディクラさんがエルヴィスのことを書いてくださってるんだけど私まずまだエルヴィス見てないのであの全体的によくわかんなかったですごめんなさい<ー>で一応良泉さんにも転送して共有したのではいあのー でもお便りありがとうございましたということだけお伝えしておきますね。そうですね僕はちょっとね、ダーク・ディグラーさんの印象とは違ってましたね。あエルビスエルビスについて。えー、エルビスだってよく知らないけどあの、あれでしょ、マネージャーに騙されてひどい目に遭うんでしょそうですね、うんとその、ダーク・ディグラーさんは、そのマネージャーをトム・ハンクスが演じてるんですけど、 うんうん、その人がすごい才能がなくて搾取してるばっかりでまあ悪者だっていう印象なんですけど僕はねあんまそう思わないんですよそれなりにあの仕事してたし、うん、あのそのねそのマネージャーさんの悲哀も感じるし。うん 共感する部分もあったので、こうあのダーク・ディグラーさんはもう完全にこの人はなしだっておっしゃってるんですけど、うんうん、僕はそうは思わなかったんですよ。なるほどね。まあ、ちょっと私は見てないので、申し訳ないです。えー。あとは、その、本と雑談ラジオのブログの方にまたコメントをいただいたんですね。あ、そうでしたクこれは失礼しました。で、7月10日 十三日にコメントをいただきました。はい。白ママさん。はいはい。吉泉先生の育児本が大好きなにわかリスナーです。あ、ありがとうございます。私も白の犬。すみません。白の気持ちを読みました。 <laughs> 白の犬っていうのはうちの娘が勝手に本を読ん,で読んだ時に字が読めないからう <laughs> ういうふうに言ってます。白の犬かっこ笑いすみません白の気持ちを読みました増野さんの本は初めてだったのですが昔飼っていた犬が白という名前だったこともあって飼ってみましたありがとうございます本の感想は正直に言うと「なんで?」がいっぱいという感じでした <laughs> <laughs> 番組の中では番組内では話されていませんでしたが吉泉先生はどんな感想だったのでしょうか吉泉先生いろいろ悩ましい事情もあるようですがエッセーオンラインの連載毎回楽しく拝見していますうちの子になりなも3冊目が出たら絶対に買えますねっていうあ,ありがとうございますあ うちの子になりなよ3冊目は出ないんですけどエッセイオンラインが電子書籍になることになりました。あそうですかそそれは,それはそうなんですよ。まあただでも出ても連載は普通にそれ,それまで通りありインターネットサイトの方で全部読めるそうなのでそんな状態で買う人いんのかなって思うんですけど。うんどうでしょうね。ねえ。白の 気持ちは、ちょっとだいぶ前に読んだので、内容を今忘れてし思い出そうとしてるんですけど、うんうんと、あんま思い出すことができないので、またちゃんと読んで感想を言います。どうですか白の気持ちは、あのまあ、どういう経緯でできた文化っていうと、もともと白と歩けばっていう犬の漫画をこちら和弘さんが連載していて、デ、えー、ビュー作なんですね。はい でその後にロダンの心とかヒットしたんだけど、はい。白の、白たるけばはあんまヒットしなかった漫画なんですよ。ほほほほほでも、あの、ライムスターの歌丸さんがすごい気に入って、はい。あと漫画家の石川淳さんとかもいつも褒めてらしたんだけど、ええー。で、歌丸さんがすごく好きで褒めてたエピソードを、私が前から絵本にしたらいいと思ってたから、勝手に絵本みたいな感じでページ割りして、 文章、はい、も書いてこんなふうに本にしましょうよって内田さんにおすすめしてできた本なのね。うん、でだから結構原作通りなんだけどもただその漫画っていう仕組みと絵本っていう仕組みってちょっと違うのでそれの翻訳が必要だったんですよ。ほう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 内田さんが一人,一人で作った話なんだけどもでも実は翻訳の仕事が必要だったから、うん、あのそういう意味でのこう翻訳作業はが 頑張っってやってるんですねうん多分ねみんなが関心する部分は全部内田さんが考えてて例えば犬の鳴き声とかが独特なんだけど、うん、ここは内田さんが考えてたりとかするのね。あ<ー>でただ疑問がいっぱいあるっていうのはそのやっぱ作る過程で編集者の方とすごく細かく作っていくから、うん、もう一行一行一文字一文字チェックしていくわけ。 へえ。絵もすごく細かく見て直したりしてるからさ。はい。で、内田和代さんが高い紙、1枚1000円もする紙に書いてるんだけど。ええー、高で、水彩画で書いてても二度と書き直せないんだけど、書き間違いをこ細かくすると消えるんだっていうのね。へえ<ー>。紙が分厚いから細かく表面を削って、ええ<ー>。なんかスポンジみたいなもので削って、重ね塗りするんだってさ。 おーすごい時間かかってんのを作るのに全体的に、えー、だからその,その疑問って違う方にも言われたことあるんだけどなんでこうなるんですかって結末言われたことあるんだけど、えー、多分もう分かんない人には分かんないでもピンとくる人にはものすごくしみるっていうところがあるのかもしれないですねなるほど、うん、なんかその本当に人によって世界をどう見てるかが違うから さっき言い出せなくてずるずると言い,言い出さないまま言っちゃうみたいなことが当たり前の人もいれば、はい、なんで言わないの一言で済むのにと思っちゃう人がいるようにさ、はい、そこがピンとこないと全くピンとこないんじゃないかななるほどうんまあでも私は結構いい本になったと思っていてベストセラフィー、うん まっても全く困らないと思ってますけど、<laughs> うんなんか絵本って何かきっかけで急に売れたりするから、はい、本当、誰か影響力のある方が、ロの気持ちを気に入らないかなって、芦田愛菜ちゃんとか、あと、本当に何か分かんないけど、今何が、誰が人気があるの わかんないですね。又吉さんとかじゃないですかね。大谷翔平さんとか。ああ<ー>。なんか、これに癒されますって大谷翔平さんが言ってくれれば大ヒット。<laughs> そうですね。うん、ベストセラー間違いなしですよ。そ,そんな感じですかね。はい。まあでも、率直なご意見ありがとうございます。かつ、買ってくださったのが嬉しいですね。その、立ち読みしたけどわかる。ね、立ち読みしたけどわかりませんでしたって言われるよりも、 えー、だけど、ハテナがいっぱいっていうのはありがたいことですね。本当ですね。ありがとうございました。はい。という感じでしょうかね。何か。次回のね、課題本を今日は決める雑談会なんですよ。実は本の会ではなくて。そうか、課題本、何かあります <laughs> そんなにないんですけど、芥川賞が決まったから、それ、どうかなって思ってたんですよ。 そうか。僕、直ウクの方は興味あるんだけどな。直ウクでもいいですよ。本当に。でも前、私たちやったことあるよ。久保みすみさんって言って。はい,い。不甲斐ない僕は空を見たって覚えてます、ね、はあ、あ。それは映画で見ましたよ。あ、そうか。あれの人の最新作が直ウクを撮ったんですよ。夜に星を放つ。そうそうそう。へえ<ー>。でもそ私たちの好きなさ、 はい、あの、村田沙やかさんかなんか本出せなかった、そういえば。あ、本当に。確か出してるよね、最近。おお。これは知らなかったですね。えー、ちょっと待ってくださいね。あ、これかな進行なんかもう今、バッチリなやつじゃないですか。そうそう 信仰、僕はね信仰はしたことないんですけども、モルモン教の,しんあの,あの広めてる人いるじゃないですか、その人についてって話を何回か聞いたことありますよ。そうか私は何かの間違いでキリスト教系の集まりに交じっちゃったことがあって居心地あるかったことありますね。 えー、じゃあ進行を読んでそんな感じの話をしますか。大丈夫ですかそれで。あのー、いいですよ。村田さんのは、ね、読んでおきたいですからね。じゃあ、それにしましょうか。はい、はじゃあ次回。ちなみに、今村さんの原作の映画見たんですか<え>アミコこちら、あみ子は。あみ子、新潟まだやってないっていうか、新潟やんないかもしれないんですよ。そうなのか。まあ、見たらまた話しましょうか。 そうですね。見れる、いつ見れるかわからない。私、吉祥寺で見たけど、ガラガラでしたよ。あ、本当に、うんあ。吉祥寺で見たの間違いかな違う。吉祥寺で見たのは、メタルのポーズの縁側だった。あみこは普通に見たけど、はい。まあまあ、でしたで。原作が好きすぎて。 そうですよね。やっぱ原作がいいと、あんまり、そう、入り、入っていけないんですよね。やっぱ映画見てから原作見る方がいいですね。どんなものとか、ね。それがいいですよね。そう。なんか変な音がしちゃって、すいません。こちら、みこはね、新潟はまた予定が、ああ、ないですね。 長野に行けば見れるんだけどななるほどなるほど群馬か長野か山形に行けば見れるんだけどな新潟が全然予定ないですね今のところまあ今ちょっとするとなんかオンラインでやったりしますよねそうですね、うん、星の子も星の子見た方がいいですよね今カルトの問題があるからですよね 星の子見ますよ。多分アマゾンプラン的なものでやってますよね。そう,そうそうそう、一番最初にバーンってあの告知が流れるから、見なきゃなっていつも思ってるんですよ。なるほど、なるほど。私はね、あとね、日本映画の辻、辻裏連帽っていう不思議な映画を見ましたよ。ああ ええ、面白かったですか。なんか変な映画なの、辻浦連お<ー>。なんかね、あのー、なんて言ったらいいんだろう、本当に。小さなライブハウスで、はい。そこの人が、2人組であの音楽やってるんだけど、相方が来ないへ、ね、えー。えー、相方が来なくてしょうがなくあの、サポートでとっさに入ってもらった女の人がいて、ええー。 その女性ミュージシャンと、まあ、仲良くなって、はい、その女性ミュージシャンの才能を引き立てるためにマネージャーとして頑張るって話なのね。ええー。でも本当に想像もつかないところに決着がいく話で、お<ー>まあその人のマネージャーの人、男の人が実は監督自身なんだけど、はい、あと、 女性のシンガーも本当のシンガーの方使ったのかと思ったら違くて、女優さんが演じてるの、ギター持って。不思議なの、とにかくななんかなんでこうなったんだろうっていう不思議な感じの展開で、あと人間味みたいなものの面白さで見ちゃう映画なんだけど、ちょっと僕、のこの人の違う作品も見たくなって。 初期の作品が映画館でやってるっていうから見に行ったんだけど、はいはい。なんか K2 って映画館に行かなきゃいけなかったのに間違えて K2 シネマに行っちゃったのね。<laughs> それでもう間に合わなくて見,見に行けなくてお<う>終わっちゃったから見られなかったの <laughs> で。その初期作品っていうのが変なタイトルで、えー、ウルフな獅子。ええー。アストラル。 アブノーマル鈴木さんっていうへ<ー>。へぇ。三作らしくて。<ー>で、僕は3作目の辻浦レンボだけ見たんだけど、はい。いつかウルフなシッシーとアルストラルアブノーマル鈴木さんも見たいなと思っています。ほう。僕はね、あれ見ましたよ。ジョージョ監督のビリーバーズ。ああ、ジョージョ監督があれでしょ そうあのー、山本直樹さん原作のっ品ちょっとエッチなんでしょすごいエッチでしたよジョジ監督の作品前のやつも見ようと思っていけなかったなほらジョジ監督と誰かが組んでやってたじゃないあ,あえっ、ー、とー猫がなん今泉監督今泉力也さんでしたっけそう その辺のも見に行こうと思ったらタイミングがなんかやってる時間帯とかが自分に合わないとなかなか行けないですよね。そうですね。Believers ーーかったですよ。そうか、見に行こうかな。なんか本当に映画これとこれとこれと見に行こうと思ってチェックしててなかなか行けないまま時間が経っちゃうみたいなことが続いてるんですよね。ええー。うん、そうですね。 じゃあ、そんなところで、今回は終わりにしましょう。次回の課題文ははい。えー、何だっけ村田さやかさん、進行。進行。進行です。進行です。皆さんもぜひ一緒に読みましょう。うかっうえ海外あ、本当に、うんまあ。また読んだら話しましょう。えー というあとは「本と雑すらないとの会というね。そうですね。会員の方だけに聞かせる話をします。じゃあもう今回はね、僕にね、いろいろお話し,したいテーマをいろいろ考えてたんですよ。はい。あの、「それなぁ」っていう言葉とか、うん、<laughs> あとドラマ「高い城の男」を見終わった。はいはい なるほどあとコーヒーをね粉から入れるっていうのを今やってるんですねあとそうだ前回話そうと思って考えてきた人生の伏線についてもうちょっと話すタイミングがなかったので「はいと友の会は」はノートというサービスで課金制なんですけども、はい、皆様から月々300円いただきながらしゃべってる番組ですはい。 お聞きいただきありがとうございました。ではでは。さようなら。